ということで、動物の住処プロジェクトの宮古市の森に、行っています。この森の中でですね、ちょっと山菜を今日は取らせていただこうかなということで、自然の恵みうまく見つかるでしょうか。行っています。なんかもしれない、ここの住はこれ枝分しちゃうもんね。うん、きっちり取り出しちゃうんだな。これすごいですね。できれば間伐した方がいい。なんか随分綺麗に、草刈りがされている。多分去年僕が、ね、ご案内いただいたということで、また僕が来るかもと思って、ひょっとすると綺麗にしておかなきゃと思ってくれたのかもしれないですけども、歩きやすい、まだうちの森じゃなくて、これ途中ですね。森に向かう途中の道です。ここからやぶこぎになりますね。よいしょ、さらに奥目指します。ここからヤブだ。お、クサギの花ですね。この沢が、要はここからこっち側がうちの敷地ってことですね。ということで、ここまで来ましたけど、ここからちょっと川沿いに下りながらちょっと水を取ってみたいと思います。美しい。これは素晴らしいですね。少し大きめの水、水を発見しました。これですね、少し大きめのものを収穫して皆さんにお送りしたいと思います。太いですね。たくさんの水、ここも太いですね。太くはないか、そんなでもないけど、これしどきだよね。どれですか？ああ、もみじ傘ですか。そう、もみじ傘。そう、春先だとうまいんだけどね。もう成長してますね。あといろんな季節に行きたいな、ここは。そう、おいしい。冷たいですよね。自然と大切なんだよね。ないかな。水はたくさんあるけど青水がない。青水、普通にありそうな気がするんですけどね。
青水がなんか山菜として出回らない理由がちょっとわかりますね。そんなにたくさんあるわけじゃないっていう、大量に取れないからっていうことあるでしょうね。一般的な青水と違って流通してる青水ではなくて、本当に植物名の青水っていうのがあるんですよ。絶対そんな限られるところにしかねえとか条件があるんでしょうか。まあ、比較的どこでもあるんですけど、ただなんかすごくたくさん、なんだろう、たくさん植わってるわけじゃないっていうか、そう、多分そうだと思う。だから取るのに、なんか多分大苦労するんでしょうね、みんな。うん。これも食べないんだよね。それですか？ただ人によって当たるとは言うんだけど。何ですか、それ。杉の木に出る。杉の木に出る。うん、白い木ので。あ、これ？うん、正直俺も食べたよ、これ全部。これなんて言うんですか？説明書は分かりません。これちょっと食べてみていいですか？あ、全然柔らかい。 生でいけそうな感じがしますね。生ではちょっと分かんないけど、そう、味噌汁とかで。良い子は真似しないように。うん、大丈夫。なんかキクラゲっぽい、なんか玉キクラゲっぽい味ですね。ちゃんとこれ幹が残ってるんだよね、大正温度に。幹が残ってるってことですか？あ、道がね、そうですね、確かに。多分これ水道の管理とかに来るんでしょうね。あ、はいはい。ここから引いてる、さっきのタンスのどっから、さっきの 家に引いてるんでしょうね、うん、多分そうすれば使い放題のね、水道が、うんうん、無料でね。渡る前とこっちに渡ったところで風が通る。あ、そうですね、確かに風の吹き方がやっぱりその針葉樹と広葉樹の自然林では風の吹き方が違うということで、確かにここだけ風吹いてますもんね。ここだけ気持ちいい風が。本当だ。そう、こっちが岩手では食べますもんね。うん、山イラクサ。あ、これがそうなんですか。そう、こっちは違うな。違いますもんね。これは赤そうだね。これは赤そう。赤そうってあの染め物でも。そう染め物でも。染め物というか、その繊維を使って、はい、織物をするやつですね。赤そう。で、こっちが山イラクサ。俺がこの間間違ったやつだけどね。これがそうなんだ。大変なんですが、なんとかこっちまで。砂とかあればいいんですね。なんかありそうな気がするけど、ちょっと標高が低いかな。低いんだね、ここね。ああ、結局、青水はほんのちょっとしかなかったですね。その分ちょっと皆さんじゃあ水を多めに、上場味噌をちょっと多めにお送りしたいなと思います。冷たっ。